はい、こんにちは、くんです。ということで今回はモッドを使ったアマングアスやっていきます。設定なんですけど、今回のインポスターの役職は1つ目は、ウィッチで、もう1個インポスターでゲッサーっていうのを入れてます。それは、役職が分かったら殺せるっていう役職です。もう1個がトリックスター。トリックスターっていうのは、なんかびっくり箱みたいなのを設置できて、それをベントに使えます。で、弁当を設置し終わったら20秒に1回20秒停電させることができます。もうちょっと少なくしようか。30秒に1回15秒かな。だから45秒中15秒停電しちゃうみたいな、生き残ってたらやばいやつです。で、クルーはスパイ、要は人狼かどうか分かんないみたいな、人狼に見えるみたいな、人狼からは。で、インポスターは誰でもキルできる設定なんで気をつけてください。おー、です。じゃあウィッチが2人になる可能性あるって。いや、それはない。いやいやいや、違う違う。騙されないで、コウさん。落ち着きなさい。ダメだ、もう知性がダメだ。落ち着きなさい。終わっちゃった。人狼側はウィッチとトリックスターと、あとゲッサーって。あ、待て。よし、誰と待ってない。俺は絶対につけられない。俺は絶対に生き残る。いやいや、おい、来んな。俺下行く、下行く。来んな、下行く。おー、暇人さんと。ガオー。ガオー。あー、危ない。ヤチ来るな。つけれたかな今。酸素マスク取らないと、これみんな知るやつやで。酸素マスク、酸素マスク、酸素マスク、これみんな取らないと。みんな取らないと。どけ、早く取れ、早く取れ。あー、ディディ出来よこ。どけ、ヤコトもどけ。ほら、取った。え、待って、これ私取れてるのかな。取れてないな。黄色くなって、画面黄色くなったら取れてる。あのさ、早くどこ行ってるか、早くどこ行ってるか。取れてる。死ぬ。死にたくない。ミーティング、なんで帰る、寄ってくんだこいつ。ミーティング、寄ってこなくて、来るな、帰る。あ、OK。生きてるわ。来た来た来た。やった、ナイス、やった、ナイス。やだ。あ、イニン、あ、これ好きってどこ、ホーマス、イニン、え、ちょっと、え、イニンってさ、上に巻いてないんじゃない、もしかして下じゃなかったっけ。いや、イニン上、上に巻いた、上ディディと一緒に上に巻いて、ディディと一緒にワクワクしてた。いや、ディディじゃないかな。トーマスって最初ディディといた。いない。最初いたのはこのやつで、なんなら多分トーマス俺一回も会ってないけど、酸素待って、酸素マスク取るときに、酸素系、酸素マスクみんないたと思ったけど、俺にもついてるわ、よく見たら。そうです、そうです。これさ、あの、思うのが、あ、いいですか、多分出来おこだと思う。なんで、出来おこは最初イニンにつけて。でもさ、デキオコ私一緒いたけど。違う、最初はつけらんない。違う、最初イニンとデキオコちょっとだけ一緒にいた。まあ最初ちょっとついてきてたもんね。最初イニンにつけれる時間はあって、でその後トーマスにつけようとする人がディーディーとアルゴンとコンドとデキオコとかな、デキオコがいなかったから、もう無警戒にバカどもが寄ってたかって酸素マスク取ってた。どうしようもないから。いや、あれはもうしょうがない。あれはもう取るしかなくて。俺全然そのこの家地あたりも寄ってたらあると思う。で、その後デキオコとヤチが来て、でその後トーマスも来たのよ。で、だからつけれるのって多分クールダウン的にデキオコかヤチで、ヤチがデキイニンと最初に会ってたらヤチだし、そうじゃない、会ってない。だったらトーマス君が逆に最初に会ってるからデキオコだと思う。じゃあデキオコじゃね。デキさんしかいない。ヤチは左に行ってますね。ヤチなんでそうなの。今説明しただろ、それは。俺つけて、いや違う、ただ俺がつけてないからなんでそうなんのかなって。デキオコの、ディディってさ、トーマス君触れ触れないと思う。トーマスは後半でしょ。いや違う。ディディがつけるんだったら、もっとつける場所があったよ。ボタンってないの？デキさん、デキさん、俺イニなんで。ごめん、俺ベースに外れてる。おい、待って。デキオコ。俺箱置きたいだけなのに。あ、よかった。箱置きたい。お前トリックスターか。あれ、トリックスター？え、じゃあ、ディディってこと？え、じゃあ別にいるってこと？え？ちゃんと俺何もしてないのに、俺ただ箱置きたかっただけなのに。まあ、これだってことはまだいるな、上に。鳴らしまくれ。ゴー、暇人人狼、暇人人狼だ、これ。暇人が人狼だ、これ。違う。暇人なんかやってた。俺になんかつけようとしてた。ええわ。え、てか、それはとりあえず置いといて、さっきのトーマスのイニンのやつ洗いたい。ええ、デキオコじゃなかったらヤチじゃね。で、ヤチとイニンは確か会ってたはず途中で。だったらヤチ。でもイニンさんとは最初の方会ってない。自分全然違う方やってる。酸素、一番最後だよ、だって。書店員
につけて取って、イニンにつけたのは俺だからめっちゃ怪しいなんじゃない。俺はトーマスと会ってない。イニさんね、右にずれてたのを覚えてるから、右にずれて下行ったっていう。トーマスが最後につけ、つけられてたんだったらヤチ、多分俺予想は最初にトーマスをつけて最後にイニンをつけた。なんかトーマスと一緒にいた人が悪い。トーマスと知らないあ、GT でよくね。え、なんで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 、意味わかんない。え、ヤチじゃない、俺やっちゃうと思う。この部屋のリーダーは俺。いや、俺はやちに入れるよ。やばすぎ、やばすぎ。なんだその権限。いくら出せ。だって俺トーマスと会ってないんだよ。それ人狼だったらマジでやばい。ディーヤ、俺のどこが好き、クンさんのどこが好きか言ってみ。声、声。10秒以内にいいとこ3つ言えよ、ディーヤ。もっと言え、あと2つ言えたらお前釣らないわ。声とゲームがうまい。あとはゲームがうまい。あとは優しい。あとはよし、じゃあやち入れよう。ダメ。なんか誰にでも言いそう、それ別に。優しいって何もないとき出てくるやつだよな。え、じゃあ、いや、やちに入れた。絶対やちだって。ぶっちゃけ、ぶっちゃけが半分運ゲーみたいなもんだから。ディーディー殺してダメだったらやちでいいんじゃない。まあ、いや、とりあえずやち入れちゃった。ダメでいいんじゃない。いや、もうやち入れちゃった。やち入れちゃった。え、嘘。え、嘘。え、なんか割れた。あ、でもいい、これで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 いい、むしろこれでいい、別に。全然わかんないから。いやいや、いい別にこれでいいよ、これでいいよ別に。急にヤチに寄ったのは、いや俺がヤチって言ったから。そうそう、あら、あー、これでいいんじゃない。これでさ、ヤチ釣ってみたらいいじゃん別に。てか、ゴー、どこだっけ。これヤチも村だったら終わりだけどな、割と。え、本当にやばい。ヤチ村だったら終わる。ちなみに大丈夫です。あ、何だろう。あ、死んだ。まあ、噛んでたね。死んでんだけど。え、バカすぎないこいつ。サボタージュ。見上げ切るだ、見上げ切る。え、なんで、なんでヤチが噛んでたの見えた。ヤチさんが噛んだ。え、ヤチさん、ヤチさんどうしたっけ。さっきのディディじゃないから、ヤチになるから。知ればものかもって感じかな。ウィッチ確定じゃないこれで。そうやな。あ、なんか役職当てるやつ。頑張れ、暇人。ゲスト、あ、いや、一旦入れたの、ヤチさん。結構倒すんだよな。トリックスターは死んだ。トリックスター。ビルフィッシャーが抜ける役職が。アーソニストかスパイしかないってこと。あ、なんか効果もとかいない。2分の1スパイ当てるじゃん。多分いないんじゃない。いや違う、2分の1で、あの、コノを殺すか、ガエルを殺すかで。クルメイトを当てて抜けるのかな。いや、抜けない抜けない抜けない。いや、エビルゲッサーは抜ける。え、これ会議中抜けるっしょ、これ多分スパイ。え、クルーメイトは抜けないはずよ。何もなんか与えられることない。多分会議とアーソニスト。あ、抜ける抜ける、クルーメイト抜ける抜ける。クルーメイト抜けんの、やばっ、マジ、やばっ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 。え、これ何人抜ける、何人抜けるんだこれ。え、2人抜ける、2人抜ける。次は次はロタ。やばっ、やばっ。目線人狼確定してるから、アーソニストさえ当てなければ抜ける。無言で狙撃してる。やば、怖い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 。アサシンじゃん。あれ当てなかった。あ、しかも、あ、うわ、この最悪は、この暇人スキップ。あ、このスキップ入れとけなかったのに。まあでもまあ、うわ、この最悪だ。投票しますか。でもアーソニストはこれで残ってるってまあ分かったから。これで、おお。あと何人？え？え？なんで殺した？まだいるぞ。待って、ヤチが当てて殺したってことじゃないの？違う？いや、何の役職当てたのじゃ。え、ヤチがだってゲスターじゃん。クルーメイトで当てられるってことじゃないの。え、やばい、確定で。え、でもそれってさ、確定で殺せない？ゲスターめっちゃ強くない？やばい、だいぶやばい。え、待って待って待って、シェリフとかがいて、なんか本来殺すべきなんだろうって。何うなってんねん。今会話についていけない。俺もスイッチ押しちゃってる。もうスイッチ押しちゃってる。あるあるある。とりあえずなんか鳴らした方が良くない？これ。え、でも何も洗えるものがないぞ。え、ウィッチ連れてなくない？ウィッチいる？ウィッチはいる、ウィッチはいるよ。だって最初あのトーマス・リーが言ったら普通にウィッチじゃん。わかんないわかんないわかんない。いや、それはわかる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 。あー、そう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 、ごめんごめんごめん。え、これ普通にタスク終わらせに行くのがもうあれしかないんじゃ、わかんなくね。え、いやでもウィッチはいるんじゃないの？ウィッチはいるよ。ウィッチはそれはいる、アゲさん。アゲさん、それはいる。え、だから一人が通報のとこに溜まって、なんかもう押しまくってどうにかするって。え、どうすればいいのこれ。カエル君か、激おこトリックスター。アルフォンさんの中にウィッチいるんでしょ。そうそうそう、だからアーケさん、クンさんが言ってたやん。カエル君かアルゴン、カエル君かアルゴンさんどっちだっけ。なんか塊にいたってクンさんが最後言ってた。これはこのカバイに出てるな。バカみたいに酸素マックス取りったのは俺よ。
まあ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 、そこら辺で、まあ、でも、イニーさんに、俺はイニーさんに付与できる。あ、そこから釣ってもワンチャン、1ならまあ、名はあるし、いいって。俺、ウィッチじゃないって証明できるよ。いやいや、ウィッチなんだよ。最後さ、俺、だから、うん、え、これはどうするの？この回はどうするの？いや、もうウィッチが名乗り出て幸せほうがダメだ。ごめんごめん、何言ってるんだ。全部放棄する。え、カエル君、役職あんだったらそれ、確定でアルゴンさんがウィッチになるんだ。スパイなんだけど、いや、これわかんねえぞ。これじゃおかしいよ。その状態で言ってるから微妙だぞ。いや、俺証明できるよ。だって俺一番最初にそこ。アルゴンさん確定になるくらい、それだったら。もう一回スイッチ押す？スイッチ押して、俺ローアーに湧くからじゃあ。俺ローワーに私持ってるからアッパー枠は。じゃ僕も。俺もボタンないからローワーに枠。ひまじんさん人狼？俺あれやってん。俺ら下の時ウィッチ上で起きたやろ。じゃあ俺ら違うってね。あ、そうだ、確かに。そう。だからそうそう押して分かる、アケサだから確かにあの残ってるあの人らが人狼なのよ。下の二人どっちかがアケサ分かる。確かに。分かった。そう。通信妨害俺が止めてくるから。パーソニストは薬巻いて終わらせるの。おっ、どうする暇人、どうする暇人、このアーケンにはつけてんだろうな。あと誰につけるの。アルゴンバカなんだな。頭すっからかやろマジ。なんで通信妨害直すの。こいつなんで通信妨害直すの。直すフリじゃない。直したらやばい。さすがに。普通に、バカどうしたかな。噛んで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 。はっ、だからアーケンさんわかるでしょ。さっき言ってたでしょ。違う、これ実際なんかアーソニストに着火させて勝つのが一番いいよ。アーソニストつけて回ればいいの。つけて回って着火すればいいの。え、ちょっと待って、俺そう。カエルのほうがスパイ持ちなんでしょ。それがね、カエルのほうがそっち側で見れないから難しいな。いや、ごめん、俺証明できるよ。ウィッチじゃないって。俺、一番最初、枠じゃん。俺はアッパー枠じゃん。で、俺そこで診察くっついてんの。いや。それ微妙だぞ、わかんない。それ楽しみてない。で、5秒の間に俺はそこアゲンさん誰に言うと、これ合わせないでめちゃくちゃ僕はアルゴンできない。あら、終わった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 。俺も人外は勝った。いやいやいや、それでウィッチが殺すか、ヒマジンがつけるか。着火で終わりじゃないじゃん。え、待って、どっちに分け、どっちに着火が近づく。みんな上に合わせコロがヒマジン殺したら。でもアゲンさんこれ絶対合ってる。アゲンさん自信持って合ってる。で、これもヒマジンは通報ボタン押したら勝ちです。あ、じゃ勝ちではないか。だから俺はウィッチじゃないじゃん。下に湧いてたじゃん。で勝たないとダメだ。あれ、ちょっと待って。え、待って、じゃあカエルくんだ。カエルくん、ボタン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 押そう。ボタンボタン、カエルくん、カエルくん人狼、カエルくん人狼。カエルくんが名乗ってるだけだ、名乗ってるだけだわ。ヒマジンじゃない。いや、じゃあ俺ウィッチじゃないじゃん、確実に。俺下だもん。違う違う違う、ヒマジンローワー脇だもん。そう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 。じゃあアーケンさん誰、誰が人狼。よく考えて。ちょっと待って、これさ、待って、これさ、押さないで、押さないで。固まった方がよくない？そしたら。なんで？え、でもまだ打ち切れ、終わらせた方がいいんじゃない？はいはいはい、カエル君人狼、カエル君人狼。カエル君人狼だわ。ラスイッチでしょ？そうそう。これ会議やった、会議したら終わるんでしょ、ウィッチで。なんで固まるの？会議しなきゃいいんじゃないの？カエル君ちょっと終わりだよ、普通にこれ。うん。誰かじゃあコミュニケーション直してきて。もう知らないから、勝手に押してこい。勝手に押せ、もう勝手に押せ。アケさん怖いよね、あの人ら。怖い、ヒマジンが怖い。そう、怖いよね。怖いよ。勝手に押しやがれ、負けやがれ、この野郎。こっちで閉めよう、閉めよう、閉めた方がいい、閉めた方がいい。え、アーケンさん、ちょっと俺単語わかんないからさ、ちょっと単語わかんないからさ、ちょっと。うん、ちょっと。ナイスー！よっしゃー！あれ？いやー、やば。沼ばっかだから勝てた。なんで？え、何がどう？え、何が何がわかんない。俺が釣られましょ。いや、リニごめん。俺リニちゃんはよかった。敵横はまあもうしょうがない。状況証拠的にしょうがない。いや、しょうがない。状況的に用語しようなかったからごめんね。何もしてないのが一番弁明できねえな。ダーケさんあるよ。俺ウィッチじゃないもんな、どう考えても。え、うん。うん。え、うん。え、うん。もうダメそう。何もわかってなそう。全然わかんない。またクルーだ。しかも俺ウィッチバトルに絶対巻き込まれる。これさ、ゲスター強すぎじゃない？クルーメイトわかるよね。いや、まあいいんじゃない。それでなんか変なの当てたら面白いじゃん、それはそれで。まあ。俺によるだ。スパイじゃない。俺によるだ。俺なんか合わっててる。おなまずね、映像天才的だぞ。ちょっとマップ探索しよう、普通に。みんなに任せて。え、カメラ見てんやん、じゃ俺電源消したろうかな。カメラの電源消したろうかな、俺。
あ、ちなみになんですけど、ウィッチあのないです、あのクルータクールタイムゼロ。最初からつけ、いや多分読み込みじゃないかな。いやガチゼロ、私だってすぐここら辺に湧いてすぐつけたもん。やば。え、のじゃじゃ何カフェディレの一番奥でさ、俺らさ絶対ウィッチじゃない判定したくね。いいよ、ここでずっと待って。お前でも殺すのか、俺のこと、うん。え、ちなみに殺したらめっちゃわかりやすいと思うよ。あーね、うん、うん、あ、あ、あ、一緒に下行く、どっち行くの、あ、下、下、下で行く、はよ安定させろ。いる？こっち。やってるからはよ安定させろ。よし。こっち。うわ、寄るな。あ、やばい。寄ってない、寄ってない。つけれない、つけれない、今の位置。なんか、こっちがトンバラスト、別に連れてってあげてるだけ。ああ、ありがとうございます。終わった？くらー！くらーでしょー。ちょ、近くなって。まあ、前がまるまる。ちょっと待って、マップ探索させて。この距離を、この距離を倒す。クリアー、クリアー。早く離れて、早く離れて、通して、俺も通りたい。おいおい、お前の距離近づくなって。挟まれてる、これダメだ。挟まれてるの俺なんだけど。近づくなって。何してるの。挟まれてる。ああ、いや、そっち開かない、なんかできるところ。あ、開いたわ。みんなが近づくなって言うから近づくな。あ、向こう行けよ。おい、デジさん近づかんで。おい、ちょ、後ろ詰まってんだよ。おい、来んじゃねえって。おい、来んじゃねえって、バカが。お前はビリだ。おい、マジビッチだろ。おい、来んなって、来んなって。おい、来んなって。おい、もうマジで無敵の女おるって。お前、あいやついたらマジ進めねえよ。魔女そろそろかかってそうなんで、魔女です。魔女確認です。はいはい。あれ、かかってません。もったいな。そろそろついてると思った。ちなみに魔女クールタイムなしです。いいですか、いいですか。うん、魔女の候補者を挙げてもいいでしょうか。誰？え、アーケンさん、のじゃちゃさん、どっちかなと思ってます。なんで？いやいやいや、もう別にそれ以上は言わないけど、ただ俺はふと心の中でアーケンっていう名前とノジャジャっていう名前が上にポワーって浮かんできたって。ちなみに今ついてないのはノジャジャ結構黒くて、俺とノジャジャ最初にノジャジャ拘束してカフェテリアの一番上で固まってた。はいはい、うん、でもしそれでつけてノジャジャがどっか行ったらノジャジャ絶対釣られるし、今ついてないのもこれ納得できるから、ワンチャンのしじあるから。一緒に白照明しようぜって話はどうしよう。いや、お前は黒だと思ってるからな。そうね、アンケンさん。とりあえずこれはスキップでいいと思いますよ。アンケンさんだったらなんかもっとベタがつけてそうなんだよ。いや、魔女クールタイムないから最初つけれるんだよ、マジで。これでつけてる。うわぁ、マジバカやって。いや、わからん、もしかしたらヤチがバカなゲッサーで、やらかした可能性もないわけじゃない。さっきので調子乗った。わかんね。調子乗った可能性はある。何ですかね。調子乗った。え、いや違う、ゲッサーはちなみにミスったら自分が死ぬから。ああ、はいはい。だから別にヤチが人狼ってわけではない。これで霊能できるぞ。インポスターかどっちかがわかる。ああ、ヤチに入れたんだ。俺ごめん、もうスキップ入れたってやつがなっちゃったから。俺は入れない。え、ヤチに入れれる？俺も入れない。アルゴン入れれる？いや、無理無理、死んでるから。だからもう無理。アルゴン、ヤチに入れれる？いや、入れれない。入れない、入れない。でも、ヤチ、アーケンに入れてる。なんで入れられてんの？あ、自分じゃないからだ、アーケンってことか。これでインポスターかどうかわかる？アーケンじゃない。あ、違う、ノジャジャが、ノジャジャがアーケンに入れてる。あ、違う。いや、ヤチかと思った、色が、なんか。パーディックか。俺、アッパー枠よ。ちょ、近づかないよ、近づかないよ。誰か。大丈夫、大丈夫。最初は大丈夫。最初は大丈夫だよ、これ。こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで。で、ここで話し合おう。はい。話し合おう。エビル・ゲッサーっていうのは、はい。役職を推理するやつらしいのよ。はい。で、役職当たったらそいつは死ぬねん。はい。わかる？はい。だから、そこで一致した場合、こうやって殺されちゃう。クルーメイトが、お前クルーメイトだろうってなったら、そう、クルーメイトだった人が死ぬ。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。のじちゃん、俺はお前を白証明したい。いや、お前キモすぎ、しゃべりかけんのか。俺はお前を白証明したい。あんな白証明しようぜって言って、なんかお前あの場でなんかのじちゃん黒いよ。アルゴン絶対来んな、絶対来んな。キモすぎるでしょ、お前やってること。 OKOK
ここにパスがある。てか今の普通にあれだろ、アーケンだろ。アーケンが人狼じゃない、アーケン放火魔じゃない。いや多分クーさんが引いてるだけだと思う。カメラ消そうか。あ？カメラがなんかこれ。オッケー。え、お、びっくり箱？え、これびっくり箱なの？え、これびっくり箱じゃないよね、普通に。え、あ、これ、あれ？トリックスターか？これは多分クルメイトってこと？そう。あー、何事ね。これ、あんま近づかない方がいいと思うけどな、今のところ。やばかった気がする。俺についてから帰るくん。お、なるほど。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。今のこのナイスだ。これあ、のじゃじゃ白、のじゃじゃ白、俺違う、俺違う、キマシンさんじゃない。え、ちょっと待って待って、確かに俺めっちゃそばにいたけど違う。いや、俺とコノとデキヨコが3人がロビーから通信室に上がっていって、で、キマシンさんとアーケンさん、あ、キマシンがなんか通信室にいて、アーケンさんがそう、アーケンさんにゲッサーって何ってひたすら聞かれたから俺がそれを言ってたんだ。アケさん誰とすれ違った、ヒマチン以外にいない？いや、もう全員あげて。いや、近かったのはデキさん。いや、無理無理無理。違う違う違う。コノちゃんとかデキさんとか。とりあえずヒマチンに入れるね。目線に映ったのはそれだけ。じゃあ、それでダメだったらヒマチンにも入れるよ。もう。誰するの？ここで入れるの？いや、もうアーケンさんがこのヒマジンデキヨコくんだけしかすれ違ってないって言うんだったらヒマジンに入れる。デキヨコと通信室でなったらなんかこの人のもんだけどな、ヒマジンって思っちゃうけど。え、でもヒマジンさん殺さなかったからヒマジンさんじゃないで、あの殺さないの思うちゃん。でも、いや、しかも1対1とアーケンさん、そんな殺さないかもしれなくて、アーケンさん、バレバレアーケンさん、そんな話じゃなくて、アーケンさん、誰とすれ違ったかの方が大事で、ヒマジンさんがこれデキさんとコノちゃんとクンさん、他は絶対いない。ヒマジンでしょ。絶対ない、ほかは。え、わかんない、そんな、だってヒマジンさんと殺してないと思う。じゃあ、ないから、じゃあヒマジンに。は？え、誰か死んだ。え、ハイルが死んだ。あ、うわ、やばこれ。ゲッサー生きてるな。ゲッサーにガンガン狩られてる、もしかして。いや、ゲッサーちなみに能力が2回しか使えないから、てかヒマジンがゲッサーじゃねこれ。投票されそうになったからやったみたいな。なんかあまりにもカエル君別になんかそんなヒントなかった。僕爆弾まで。爆弾魔？え、何？え、ごめんなさい、あのそれグースグースダックっていうゲームの話だから、アーケンさん爆弾魔っていうのないよ。放火魔って言いたかったのか。あ、やっぱイビルゲッサー。じゃあ放火魔も連れてバンバン在じゃん、普通に。確かに。今、別にアケさん生き残ってないよね。いや、あ、そっか、ウィッチ、ウィッチが生き残ってないから。そう、生き残ってないから全然大丈夫。おお、デキさん、一緒行こう。一緒に行動しようじゃあ。あえてここで逆に一緒に行動しよう、デキさん。来ないで。いや、でもさっき下に湧いたの、俺とデキお子さんだけだから、ここでどっちか死ねば、どっちかが黒く見られるよ。だから一緒に行動していいはず。来ないで、マジで。あ、最悪だ。開けろ、お前。あ、これ開けれんのか。バカ。開けて。ボタン押すだけって。あ、下やって。デキさん下やって。オッケー。これ何？出てんのこれ。スイッチ、オッケー、オッケー、ナイス、ナイス。え、誰かさ、このボタン、ちょっとさ、見てほしいんだけど。いいよ。ナイス。あ、あれ？え？閉まった、なんか目の前で。やばい。おしゃ。これでついてたの？ついてない。で、さっき釣れたのがエビリゲッサーでウィッチじゃないから。デキオコとデキオコ君この中から釣れる。ちなみにコノじゃないような気が。いや、なんか俺コノじゃないなと思ってるのが、まあちょっとメタなんだけど、コノがなんか始まってからちょっとしてなんか意気揚々とウィッチってもうすぐつけれるんすよとか言って説明をめちゃくちゃ長々と俺にしてて、だからクールタイムないからウィッチだから、ね、その認識ウィッチについての解説を永遠と俺に最初してきたから、なんかメタだけどデキオコに入れたい。私もデキオコなんか静かで怖いんだけど、なんか、まあ、ちょっと今俺反省の気持ちでいっぱいだからね今。何ちょっと、まあそうだね、はい、さよなら。自白やん、まあそうだね。ちなみにまあそうだね、あれなんですけど、俺ちょっと気になってるのが、なんかヒマジンさんが一回釣られそうになった時にクンさんがちょっと話題をそらそうとしてて、ヒマジンさん黒だったじゃん。だから俺クンさんちょっとこれデキさん白だったから、とりあえずデキオコつけて別にいい、別にいい。ちょっと反省の気持ちいっぱいあるんだよね今ね、マジで。なんでアキさんに塗ったのは微妙だったと思うんだけどな。僕俺てかヒマジンがいるのに塗るのやばくね。確かに
どういうこと？アーケンドジャジャに塗るか。いやだから、デキオコが暇人の前、暇人とアーケンがいるところで塗ったってことでしょ。ほら、ウィッチ押してきた。でももう何もいないよ、多分もう。あとソリックさんいるだけ。スパイでーす。スパイなんですか。トーマス君スパイだったじゃん。いやでもさ、俺のさ、なんかサボタージュ遅いトーマス君っぽくないさ、勝ちでさ。まあ、クンさんじゃねえ。なんか暇人さんのかばい方が、なんか、クンさんって感じする。俺上行くよ、俺上行くよ。はいよ。敵のシャレ直して、敵のシャレ直して。何これ、何これ、何これ。俺あの、オッケーオッケーオッケー。俺あの戻るよ、俺戻るよ。あ、クンな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 。危ない、なんでクンな。もうウィッチないよ、ウィッチないよ。あ、そっか、ウィッチいねえのか。何を言ってんだ。俺のこと黒って思ってさーって記憶を釣ったんじゃないかなって思ってるワンちゃん。あーなるほどね。いるから。あれいるんじゃないの？トーマスくん？え、死んでる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 。あ、トリスタバコで死んだ？ま、箱近くにあったよね。あ、そう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 。箱で死んで見つけたのがノジャジャディディコノ。うん。うん。エニーお前トーマス死に行かなかった？いや、いた。で、トーマス君と一緒に直してたのよ。で、なんかなかなか直んねえから、え、トーマス君って俺が言っても聞こえなかった。いや、聞こえた。いや、それ聞こえたよね、のじゃじゃ。何で、誰がどこで見つけたの？トーマス噛まれてるかなと思って。バルバトスの上直してて、トーマス君が。え、びっくり箱って別に人を殺す能力とかないよね。びっくり箱どこに？びっくり箱は弁当。え、じゃあ、そもそもびっくり箱って俺ミーティングルームの。待て、暇人来たの俺だ。暇人最初に入れたの俺だよ。マーケさんが怪しいって言ってそれに便乗したってことは。ごめん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 。俺通信室とミーティングルーム以外のびっくり箱の場所知らないんだけど、そもそも。いや、バラストにもあった。バラストにあった。バラストにも意外だ、はい。俺目線はクンアルゴンロラしたら終わりです。うん、確かに、認知だそうだ。だから、あの、暇人さんがなんか塗られそうになった時に、暇人さん一回話題そらして、かばったクンさんを俺は釣りたい。いや、別に話題そらしたとかどうでもよくて、アルゴンだったらいいけど、イニンだったら負けそうだな、この感じって感じする。なんか村の感じ。アルゴンがそんなうまいことできると思えないし。いや俺だったらその暇人さんを、まあまあね、俺クンさん、いやごめん、俺そもそもごめん、あの言いたいのが俺あもうダメだもうこいつら。俺そもそもあれだったんだよな。バラスト行ってないから、びっくり箱の位置すらまで把握してない。いや、びっくり箱、バラストにあった。いや、違う、俺、バラスト行ってない、一回も。バラスト行ってないらしい。え、でも、あのもし人狼だったら、最初に置いてるから。あ、いや、知らない、だから。わかんないって、いくらでも言えるでしょ。知らなかったって言って、別に。あー、なるほどね。ク、うん、さん違ったら、アルゴン釣ります。うん、それ言っても。え、まあ、ロラスリバ行くと全然直りよりあるし。いや、これ、出来横が悪いよ、これ。出来横がめちゃくちゃ悪い。これは無理。これは無理です。あと、びっくり箱置く位置ミスったな。よしよしよし。逆スパイだ、逆スパイ。逆スパイ発動したよね、これ。これだね。トーマススパイはもう最初の段階で俺気づいてた。なんかトーマスがカメラをなんかわざと壊しとこうとかって俺の前で言ってたから、あ、絶対これスパイだと思って、もうスパイありきで。